おはようございます。チレッタ申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。よし、ですね、来週の3連休が、そう、介護職に珍しい3連休があるんです。もう少しすると何するべと思ってたんですけど、一つ心配なのがね、その日台風来そうなんですけどね今回ちょっと変わった企画を用意してるんですよ。いつもこうやって、まあ、皆さんにこの画面にして行ってみようとしたらバトルしてるじゃないですか。はい。まあ、編集ってあるじゃないですか。編集の力で、まあ、たまにね、画面の色調を変えたり、ズームしたりといろいろできるんですけど、今回ですね、ライブの発言ちょっと、この前ヒントを得まして、お色気方面でやってみたいと思います。はい。お色気方面に画面とかを変えて、それでね、ちょっとね、このセロ A のゲームをね、セロ B にしてやろうかと思うんですよ。何言ってるか分かんないと思うんで、まあ早速ね、これ行ってみましょう。はい、行きますよ。せーの、行ってみよう。はい、というわけでね、装備、アサシンドガーそして聖女の盾、鎧はね、意味ないんです。ソウルで本当これ着ても意味ないんですけど、まあこれで行きます。装填のが、もう色っぽいはい、お供ドラキーとクックルーでございます。蒼天の塔がってさ、実際問題つけてない人多いでしょ。見た目的な意味でも。HP 大丈夫これ。まあ、24あれ十分か。うん、じゃあね、というわけで蒼天の塔が起きたね、ちょっとね、まあ、見た目がね、素晴らしい主人公ともにね、桃色に実況していきたいと思います。ね、セクシーに行こうぞ、セクシーなぁ。うん。よし、じゃあまずは1ターン目はね、これだくらーお色気、あ、胸で包んであげる。なんで相手女性主人公がいるのにパワーパフォンかまずんだ。おい女主人公は聞かなかった。うん、それ以外はめちゃくちゃ聞いた。行くぜ、デスストライク。あ、当たれば即死。デスストライク。行くぜ。はい、はい、はい。即死、そらそうだ。そらそうだ。そらそうだ。基本当たらん。はい、オッケー。いいよ。久しぶりの出演ね、動画演出のドラキーも頑張ってくれ。デシカのね、胸で見とれさせましたよ。さあ、クックル。百裂脚、なんだなんだその技は。なんだその技は、力56からそんなもん打ち上がって。まあ当たったからいいや。イエーイいいね。あ、わかった。必殺技選んでんな、これ相手が。だから動けないのか。ねえ、パフパフね。聞く相手には本当に効きますからね。聞く相手には本当に効く。まあただパパが効かないアイテムになんだ、スペシャルカードを使うなお前はなんだなんだ、もうやめろよ、もうねえねえやめなさいよ。そんな今回お色気だよ、もう今回お色気でやってんだよ。ヤンガスピンク色やってんじゃねえかお前、ヤンガスピンク色かおいさあね、ドルクマいきます。南国にもドルクマでドン、あ、まあまあそこそこ効いてるか、そこそこ効いてるよ、いよいよ。で、さあ、クックル第3の地獄フラッシュ。賢く70あたりから離れます。結構強いな。あ、結構そこそこ出るんだね。いいじゃん、クックル。こう、18段ベータ。これはもう、まあ多分痛恨受けなくちゃいけないんだよね。あー、ドラキーやめてー。やだー、うおーん痛恨だもんなー。はい、オッケー、いいよ。しっかり当てれば大丈夫だよ。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫だ。あ、爆撃して、ワンツー。やめてやめて、そんな、あ、やめ、そんなの叩かないで、やーんやーん、そんなもう、やめてよ。なんでそういうことするの君は。まあ、回転ありがとうからいいか、こっちは。はい、避ける、しっかり。しっかり避けて。つばぜりいきまーす。ちょっとアップになるってね。ね。行くぞ、蒼天塔が起きた主人公よ。はい、行きましょう。まあね、しっかりね、このね、見た目大人気。見た目ね、蒼天とかをわざとつけた人もいっぱいいますからね。ソウルでつけても意味ないんですよ、ちなみに言っとくけど。魔法色で塔がつけてもほとんど意味ないですからね。それだけは覚えておいてくださいね。今回私、見た目のためだけに使ってますからね、これ。まあ、武器が、今回、ほとんどね、あまりソウルの賢さが活かすことはできないような、そういう武器なんでいいんですけど、おー、いいね。まあ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 、ここまでちゃんと削ればね、もう次のターンで締めですよ。
じゃあ、クレスケ行く。はい。はい。弱お前、ちょっと。お前、ちょ、クックル？クックル？まあ、クックルはね、今回会心を出したしね、しっかりね、いいと思いますよ。まあ。ね、0313。これもね、第3の技の単体攻撃。まあね、デッドリコンボの使い回しというね、点は否めないんですけど、これ強いんだな。強いな。うん。行きましょう。はい、ほう、はい。お色気必殺だ。発動。さあ、行くぞ。誰か動けこれ、誰か動かないとダメだぞ。言っとくけど、なんか、この前なんか、一回あったよな、なんか、必殺技打とうとしたのにさ、全員なんか、偉い目にあったの。頼むぜ、お前ら。行きましょう。これさせてやれる。いざこれ、この武器ぐらいしかできないからね。お色気必殺技ですよ。行くぜ。誘惑究極奥義ハートフレイクで、主人公が、ハートの、惚れちゃう。え、やばい。なんで女の良さが、お鍋の二人ガードしなかった。お鍋の二人ガードしなかった、あいつ、お鍋の二人ガードしなかったか。あいつさ、お鍋の二人ガードしたで、ね、よりによって。10% やで。10% やで、ちょっと。おい、ここに来てさ、コンプやってんな。お、やってんな。クックルめっちゃ残念そうな死に方するやん。さてと、まあ、さっきは不覚を飛びましたがね、ちょっとね、お色気パワーをちょっと、もう、今ね、画面内のお色気パワーがね、前より強いものだったんじゃねえかな。そのね、お色気ムーンのね、状況でやってみます。え、こうこんな頭おかしいじゃん。痛みが使わないですよ。なーにゃ、あ、ほら、認めるやろ。ほら、見えそう。はい、認めろ、おい。全然聞いていません。ここからね、勝とうと思います。はい、ドルクマ。はい。よー、キューキュー誰ねえ、キューとかふざけてんの？ねえ、ふざけてんの？ねえなにお色気パワー、お色気パワーをこっちさ、高めとんねんけど、ちょっと、君たちなに、誰一人まともに戦えないじゃないこれ、今回これ、誰一人まともに戦えない説あるぞ、おい。おい、おめえらおかしいだろ。ドルクマが効かねえのわかるけど、Q は頭おかしい。お前、Q はおかしい、マジで。Q だけはおかしいぞ、お前。これやばいぞ。普通に削りきれないんじゃないか。いや、ハートブレイクがある。こっちには誘惑究極奥義があるから、大丈夫。ただデスストライクで即死に合うから、こうなったら。即死なぁ。動画じゃ決めたことないんじゃない？ライブでね、ちょこちょこ決めたことあるんですけど、デスストライクは、うまく当たると相手の HP 分を持っていくっていう。ねえ、クックルーちゃん。クックルーちゃんどうしたの？即死狙うか！デスストライク。いくぜ！はい！はい！うわ、シャオケ！結構出た。結構出たな。294。結構出たよ。即死のダメージではないけど、結構出たね。オッケー。今回クックルがアホやらかしてるからなぁ。もう、HP 大差がすごいことになってるんですけど、そのせいで。なんすかこれ。なんですか、どうやったら勝てるんですかここから。ここからの勝ち筋が僕見当たらないんですけど。ギャーちょ、無理じゃないこれ。え、これもう、なんかもうパッと見無理そうなんだけど。ここからの勝ち筋が難しい。お色気パー。お色気で勝つぞ、こうなったら。お色気で勝つしかねえ。いくぞ。デスストライク行くぜ。ナイトチア即死せよ。はい、ですよね。くそ、桃色パワーって何？ラリホー、賢さ20からのラリホー聞くわけないやろ。賢さ20やぞ、お前。オッケー、20やでね。まあ、それぐらいしてくれやんと。ジゴフラッシュ、クックルようやく動いた。よし、普通に効くからな、こうしてみるとな。やばい、無理、終わる。避けろ。
なあ、避けろ避けろ、頑張れ頑張れ。ちょっと待って、お色気、お色気パワーが負ける、お色気が負けそう。ちょっと待って、お色気が負ける、暗黒の弱いクックル、クックル、クックル、うわあ。ダメだ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 、なんだスペシャルカードを使うんだお前は。グランドメディが、うわー、テンションさ、完全なる死体蹴りか、死体蹴りか、お前、おい完全に死体蹴りしてんじゃねえかよ。あー待って、なんで内定値が早いの、お前素早さ17だろ、おい嘘だろ。勝負あり。めっちゃクックル残念そうな死に方するやん、泣いとるやん。何、大きくするだけ大きくして泣いて。はい、というわけで今回惨敗になりましたけど、でもしょうがないけどね。今回お色気パワーで頑張ってみました。うん。うん。一戦目は、コンピューがやってたし、二戦目はね、相性が悪すぎますね。はい。はい。惨敗です。お色気勝てませんでした。ただ面白いだけだったわ。はい、というわけで今回ご利用いただきたいと思います。お疲れ様でした。